スタン・アルベックは、アメリカ合衆国のバスケットボールの指導者、イリノイ州出身。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ ABA のデンバーロケッツ、NBA のサンアントニオスパーズなどのヘッドコーチを、務め、ABA、NBA 通算で、レギュラーシーズンでは645試合を指揮し、334勝311敗。プレーオフは44試合を指揮し、18勝26敗。 1955年、ブラッドリー大学を卒業、1957年ミシガン州立大学で修士号を取得後、1970年までカレッジチームのヘッドコーチを務めた。1970から1971シーズン、ABA のデンバーロケッツが開幕から13試合で10敗。すると、ジョーベルモントに代わり、ヘッドコーチに就任した。 この年彼は27勝44敗の成績を上げ、チームは30勝54敗でシーズンを終えて、インディアナペイサーズから28ゲーム差、テキサスチャパラルズと同率になったが、4月1日のワンゲームプレイオフで敗れて、プレイオフ進出はならなかった。デンバーの観客入場者数は、前年の平均6281人から4139人に減少した。 同年4月8日、ヘッドコーチを解任されアレックス・ハナムが公認となった。1972から1973シーズン、ケイシー・ジョーンズの下で、サンディエゴ・コンキスタドアーズのアシスタントコーチを務めた。1973から74シーズンは、同チームで、ウィルト・チェンバレンヘッドコーチの下で、アシスタントコーチを務め、チェンバレンが欠場した数試合で指揮を取った。 1974から1975シーズン、ケンタッキー・カーネルズのアシスタントコーチを務めた。この年、カーネルズは ABA チャンピオンとなった。カーネルズが1976年に消滅すると、ロサンゼルス・レイカーズのアシスタントコーチとなり、1979年まで務めた。1979から80シーズン、クリーブランド・キャバリアーズ、 1980から1981シーズンから1982から1983シーズンまで3シーズンサンアントニオスパーズ1983から1984シーズンから1984から1985シーズンニュージャージーネッツ1985から1986シーズンシカゴブルズでヘッドコーチを務めた NBA で7シーズンヘッドコーチを務め、通算勝率は53.5%である。1986年から1991年までは母校ブラッドリー大学のヘッドコーチを務めた。その後、アトランタホークス、トロントラプターズのアシスタントコーチも務めたが、脳拘束となり、コーチを退いた。ありがとうございます。